そのままずれて、でこの和音残ったまんまこの音は出しときたいんですね。でここでパッと離れて、ソを弾いた時に次薬指小指3、4の指をこういうバランスでセットしといて、この形に持っていくんです。でここでこういう風に持ってってこう持っていくじゃなく、この形をそのままここにスッと。運指は1、4で書いてあるんですけど、2、4でいけた方がこの1の指ちょっとフリーになるんで、この次の制覇にちょっと持っていきやすいっていうのがある。うん、2、4ただまあどっちでもいいですけど2でそんなに辛くなければ2、4にして1の指フリーにさせて、ああそのままで制覇で次もこれこの和音残したままドをまずはしっかりと入れる。ドだけにならないようにで次のこの形を、まあ、ある程度です、しっかり作ろうというよりはある程度意識しといて、こういう風に離す時に手全体で移動する。する必要ないです。この後に2つ目ここで制覇しといていいんですよね。だからここで最初からよいしょっていうよりは、この2つ目の音2拍目で制覇を入れるような感じで、この時に次これなんですけど、小指引いて頑張ってこう伸ばすんじゃなく、その形を作っといてスルッと手全体で移動する。でこれもこの和音残ってる間にソ、そう、まあ、ハブキツツこっちこっち、まあ、
運動です。2の指は残しつつですね。